私の名前はパニコ、26歳。この度4年交際していただけるからプロポーズを受け結婚することになりました。私の親友ののぞみ、花に結婚の報告をした時は大喜び。特に花なんて泣いて喜んでくれたんですよ。ちょっと花、私の結婚くらいで泣かないでよ。なんかこっちまで泣けてきちゃうよ。だって私パニコって生涯独身だと思ってたから、だからもう嬉しくって嬉しくって。それはそれで失礼だと思うけど、まあいっか。だってパニコ、彼氏がいたことだって私たちに全然教えてくれなかったし、会わせてもくれなかったじゃん。確かにそうだよね。ごめんごめん、なんか恥ずかしかったからさ。本当だよ、結婚式で初対面とか親友なのに水臭いよ。つい言いそびれちゃって。二人は私の幼馴染であり親友です。とっても仲良しなのにもかかわらず、私は昔から人に自分のプライベートを話す習慣がありませんでした。恋人ができた時も、それに失恋した時も、いつも事後報告ばかり。もちろん一人だと悩むことも多いんですけどね。それで二人にお願いしたいことがあるんだけど。ん？何何？パニコからお願い事なんて珍しいじゃん。一体どうしたっていうのよ。いや、もしよければ結婚式の時の友人代表のスピーチをお願いできないかなって。無理だったら全然いいの。ごめんね急に。何言ってんのよ、そんなの当たり前に引き受けるよ。そうよそうよ、親友なんだから。私たち以外に誰がそんなスピーチを引き受けるって話よ。よかった、ありがとう。断られたらどうしようってなかなか言い出せずにいたんだよね。パニコの結婚式楽しみだな。ね、パニコのウェディングドレス姿見れるの楽しみだよね。本当？そう言ってもらえるとすごく嬉しいな。友人代表のスピーチをお願いできたことで私はほっと一安心です。これであとは式の準備に集中できる、そう思っていました。そしてそんな中、のぞみからも嬉しい報告が。実は私も彼氏ができたんだ。え、そうなの？おめでとう。そっか、のぞみも彼氏ができたんだもんね。なんかさ、私だけ取り残された気分。でもなんか嬉しいな。てかさ、パニコ、のぞみの彼氏超かっこいいんだよ。え、もう花は紹介してもらったんだ。そうなの、ちょうどデートしてる時に遭遇しちゃってね。そうそう、ほんと偶然。それで彼を紹介したの。へえ、そうだったんだ。私の彼氏タケルって言うんだけどね。え、タケル？うん。私は一瞬ドキッとしてしまいました。だって自分の恋人と同じ名前だったから。でも偶然だよね、タケルなんて結構ありふれた名前だしね。とっても優しくて一途なんだよ。なにそののろけ、あんたたち私にも幸せをおすわけしなさいよ。やだよ、幸せは自分でつかむものよね。そうよね、パニコ。そうだね、私もそう思うよ。その後私たちは自分たちのプライベートの話で盛り上がり、いつも通りの穏やかな時間を過ごしました。それからも私は仕事に追われる毎日でしたが、一方のタケルの方も繁忙期に入り業務が忙しく残業続きの毎日でした。パニコごめん、今日も仕事が終わりそうもなくて会えそうにないんだ。本当にごめんね。うんうん、いいの、仕事が忙しいんだ仕方ないじゃない。結婚式の準備もパニコに任せてばかりでごめんな。休みの日はちゃんと手伝うからね。大丈夫だよ、打ち合わせもほとんど終わったしさ。お互い忙しいけど体には気をつけて頑張ろうね。そうだよな、ありがとうパニコ。毎日忙しそうだな。私もタケルに会えないのは寂しいけど頑張るしかないか。一緒に暮らすようになれば毎日ずっとそばにいられるんだしね。こうして私たちはすれ違いの毎日、ほとんど会うことができないままただ月日だけが流れていきました。でもタケルだって仕事が忙しいわけだし仕方ないよね。私はそう思うことしかできずにいたんです。けどね、寝る前に SNS を見ると、彼氏とデート幸せいっぱいといったのぞみのツイートが。私も幸せなはずなのに、
のぞみのことを羨ましく思ってしまう自分がいたんです。そうこうしてるうちに私たちの結婚式当日となりました。待ちに待った結婚式、ついに私も結婚か。そんなことを思いながら私は幸せをかみしめていました。控え室では私のウェディングドレス姿を見たタケルがこんなことを言ってくれました。パニコ、本当に綺麗だよ。こんな綺麗な花嫁は見たことがないよ。ありがとうタケル、今日は最高の一日にしようね。あ、もちろん。これパニコの友達にも会ったことがないし、今日はぜひ紹介してね。うん、友人代表で挨拶してくれる親友二人、後からちゃんとタケルにも紹介するからね。私はタケルとそんな会話を交わした後、式場へ向かうための準備をしていました。パニコ、やっと会えた。結婚おめでとう。すっごく綺麗。パニコおめでとう。ほんとほんと、かわいい。ハナ、のぞみ、今日は来てくれてありがとう。二人に会えてよかった。式の前、顔出してくれないかと思ってた。何言ってるの、私たち親友でしょ。パニコの旦那様はどちらに。ああ、さっきタケルにはハナとのぞみを紹介するって伝えたところだよ。タケル、なになに、パニコの旦那さんもタケルって名前なの。私の彼氏と同じ名前じゃん。奇遇よね。ほんとだね。私とのぞみとハナはいつも通り3人でワイワイ盛り上がっていました。すると遠くからタケルが私の方に向かって歩いてきました。私はタケルに手招きし2人を紹介しようとしたのですが、ハナが突然びっくりすることを言ったの。パニコ、すぐ離婚した方がいいよ。っていうか、まだ入籍してないならやめた方がいい。え？私はなぜハナがそんなことを言ってきたのかが分からずにいました。しかしこちらに近づいてくるタケルがのぞみの顔を見てどんどん青ざめていきました。え？どうしてタケルがここに？え？タケル、タケルってのぞみと知り合いなの？俺は知らないけど。私の彼氏だと思ってたんだけど。どうなってるの？ちょっと待ってよ。それはどういうこと？一体どうなってんのよ。もう何が何だかさっぱりわかりません。今日は一生に一度の結婚式なのにどうなってるの？そう思ってると花が口を開きました。やっぱりね。何よ、花は何をしてるっていうのよ。いや、私前にのぞみとたけるさんがデート中にばったり出会ったことがあったよね。私その時にたけるさんを見てどこかで見たことがあるなって思ってたのよ。それで思い出したの。たけるさん、うちの会社の秘書とも付き合ってるなって。うわー、と意味がわからないわよ。突然の出来事に私は頭がついていきません。要するに彼は複数の女性とお付き合いしてるってこと。のぞみには落ち着いた時に話そうと思ってたけど、まさかパニコの婚約者だったなんて。え、嘘、そんな、信じられない。え、嘘よね。私とは結婚前提にした付き合いだったって言ってたわよね。あ、いや、それは、違う、勘違いかも。俺、そんなこと言った覚えはないっていうか、なんていうか。はぁ？ちょっとタケル、これどういうことよ。俺はパニコだけだよ。なあパニコ。許せない。許されないでしょこれは。今日という日を台無しにしやがって、私と私の親友を傷つけやがって。どうやってこの男を地獄に突き落としてやろうかと私は考え始めていたの。だってこの奴と結婚なんてできないし、罰を与えてやらないと気が済まないもん。で、そう思っていた時のこと。え、どうしてタケルがここに？アイちゃんまでどうしてここに？あ、アイちゃんは私の会社の後輩だけど。そう、結婚式に招待していた私の会社の後輩、アイちゃん。どうやらアイちゃんにまで手を出していたようですね。これはお仕置きの規模を大幅に拡大しなきゃね。あれ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 、どうしてあんたがアイちゃんを知ってるのかな。それは
ちょっと、俺も何が何だかわからないな。今日はなんだか不思議な日だね。何言ってんだかこいつは。私はタケルに近づき胸ぐらをつかみ、いってー、思いっきり平手打ちしてやりました。ぶっ飛んでいったタケルは頬を押さえながら半べそ、あーすっきり。それからタケルは両親に首根っこつかまれて泣きながら退場する始末。もちろん結婚式は中止。私と私の両親、タケルの両親で参列してくれた方々へ謝罪し、ご祝儀も皆さんにお返ししました。精神的にもどっと疲れてしまいましたが、その後もちろんタケルには婚約破棄の慰謝料を請求、それに加えて式場のキャンセル料も全額負担してもらいました。私からの慰謝料の他に、望みはもちろん他に婚約していた女性からも多額の慰謝料を請求され、タケルはその日のうちに数千万円もの借金を抱えてしまったというわけです。ざまですね。その後やつはお決まりの見事なまでの転落人生、借金取りに連行されるまであっという間でしたよ。私、危うくあんなどうしようもない男と結婚しちゃう男でしたよ。あぶねえあぶねえ。そうそう、親友ののぞみと花とはその後も相変わらず親友ですので、ご安心を。なんかごめんね、私のせいで二人には迷惑かけちゃって。何言ってるのよ、私たちは完全なる被害者でしょ。パニコが謝ることなんて一つもないじゃん。そうだけどさ。でもさ、これで学習したわけだし、これからはパニコも秘密主義は卒業して、彼氏ができたらちゃんと私たちに報告、紹介することだね。はい、そのようにいたす所存でございます。確かに今回もパニコが彼氏を紹介してたら、私だって巻き込まれることなんてなかったもんね。だよね。ごめん、面目ない。ま、しゃーない。済んだことはもう済んだことだもんね。でもその代わり、今日は親友に隠し事ばかりしてたパニコのおごりね。じゃあそれでチャラにしてもらおうかな。私も反省してこれからは二人には何でも相談するね。ってことで、じゃあ今日は私のおごり、お腹いっぱいになるまで好きなものを注文してね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。